れあ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 れ。現在0時15分3月23日土曜日になったのかなの、新木場です。新木場にいます。はい、夜中だけど月が買ってきました。ご飯と豚汁、そんな感じでここから、東北道の柱の方へ移動してご飯食べてちょっと休んで、その後鴻巣の方に今度はまた違う2軒目おろしていきたいと思います。そんな感じで週末だとやっぱりトラックが少ないんで疲れた。そして12時、まだ12時だから東京ゲート12時、みんなアウトしてると思うんで俺はまださっき11時半ぐらいに降りたんで着いすぎでした。165、これいいな、キャンターテールで、これ俺の後ろ好みです。はい、こんな感じで、あ、これ俺も、さあ移動します。おろし終わって大盛りご飯付き合で豚汁久しぶりに買っちゃいました。はい、今蓮田サービスエリアにいます。東北道ようやく、やっと本日というかもう1時、夜中の1時、結局昨日は飯を食わずでした。食う時間がなかったという。26時間ぶりのご飯です。はい、こんな感じ。豆腐売ってなかったんで、こういう豆腐、これちっちゃい豆腐、これ多分入れやすいだろうなと思って、薄いんで。薄い豆腐はやっぱり味噌汁に入れるのはいいです。はい、豚汁に豆腐入りました。豆腐マシマシ、そして七味、七味、それと、はい、豚汁には紅生姜。眠い、食わなくても寝れるけど、まあちょっと腹減ったんで、ね、こんな感じで、はい、うまそう。はい、いただきます。豚汁結構脂っこいな、うん、あ、結構豚臭い、やっぱ豚臭い、うん、豚臭い、もうなんか豚の匂いが俺ダメになって、ダメです。多分みんなこの豚の甘い甘さが美味しいってみんな結構言うんだけども、俺はこの豚の甘さが気持ち悪いで臭くて、大丈夫かなと思ったけど微妙でした。3日ぐらいまともに普通の睡眠が取れてないんで、もう結構眠いです。休みだけど、もうやんなくちゃいけないことが山積みなんだけども、起きられるかな、ちょっと心配な感じもします。ちょっと起きてやる自信ないけど、明日は、まあ、イベントの DJ たちとイベントの打ち合わせ、ライブのリハーサル的なこともやったり、いろんなこと作業したりと、まあ、いろいろしなくちゃいけないんで、はい、DJ 陽介と明日はやります。すげえ脂っこい、脂っこかったかな。というぐらい脂っこいです。サービスエリア24時間やってたのに
24時間やってないんだね、下りは。やってんのかな、どうだろう。あ、やってるっぽいな、入れるっぽいのか。なんか食らったいけど、食べしょ、食えるかな、これ。払いたくなって、明日、いや休日に。多分大丈夫だよな。まあ粘ってないから多分大丈夫だと思う。食べた。疲れたって言葉しか持っていてこないです。なんか年末モードよりもひどい。疲れた。じゃあ片付けてちょっと休みます、はい、それではおやすみなさい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではまた。そろそろ90分。3月23日の土曜日、今朝仕事から帰ってきてソルの散歩してます。さっき雪降ってた。すげえ寂しい。若干して1回ぐらい寝ずに仕事したんで非常に疲れ切ってます。今しかねえ、連絡さん息、今しかに動き、今しかねえ、疲れが取れない、眠い、かなりなんか体が疲労困憊です。昼からだったんだけど夕方になったんで良かったです。ほんと昼からずっと体力が、体がなんか疲れ切ってて全然疲れが抜けないんで、ちょっとやっぱ睡眠は必要だと思います。はい、そんな感じで仕事行く前のソルの散歩。ソルくん、ソル、ソル見つけたん、見つけたんか見つけたん